超絶地方。はい、ということで超絶地方なんですけど、人気 YouTuber 桐崎英二さんが指名手配犯となっているビラがですね、選挙掲示板に貼られるということで炎上、そして自作自演だったことも判明。その後石川県警が性犯罪法違反の疑いで捜査を始める。そしてニュースにもなる、はい、こういったことが起きています。そして今回の騒動の中心だったビラですが、そこに使われた写真がどういった写真だったかというと、こういった感じの写真だったということです。これが僕が今回一番お伝えしたいことです。僕は最近ふと思うんです。多くの情報が溢れるこの世界で、一番大切なことって何なのかなって。忘れちゃいけないことって何なのかなって。一番大切なこと、それは、今世間で何が起きているのか、どういったことが問題になっているのか、それをリアルに伝えていくことが大切なことだと思うんです。YouTube が過激化していく中、それに歯止めをかけるためには、今回どういう写真だったのか、それをしっかりと伝えていくことが大事なんです。それによってどういった問題があるのかを浮き彫りにしていくことが大事だと思うんです。問題を浮き彫りにするためには、リアルを浮き彫りに。もう動画終われ。ストップ、過激。